はい、どうもー。キムチャンズのあやかです。どうもー。はい。私、アラサーなんですね。この曲、ドンピシャです。いろいろ名曲あるんですけど、ミュージックアワーも好きだし、サウナジも好きだし、本当に、他にもたくさん自分の中でお箱がいっぱいあったんですよ。中学生の時ね。中学生、うん、そうね、小中。中学生ぐらいだったと思うんですけど、ドンピシャは。アケハチョウ、カラオケで歌いまくった人、はい。はい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 。絶対いっぱいいると思います、この動画見てる方でも。もうそれぐらい破壊力すごかったし、ポルノグラフィティ出てきた時に名前とは思ったんですけど、曲聴いたらめっちゃかっこいいと思って。もうほんまにかっこいいと思って。曲はかっこいいし、インパクトあるし、歌うまいし、なかなかその、他にいないジャンルの曲調の、発表が多かったので、本当に好きです。はい。ポルノグラフィティのお二人がどんな人かっていうのはちょっとあんまり存じ上げてなくて、そこをちょっと知りたいなとは思いますけど、この動画を通してきっと見せてくれるんじゃないかなと思いますので、楽しみに見たいと思います。メジャーデビュー25周年も続いてすごいね。より、もともとなんか大人っぽいイメージだったけど、曲調もあって、本当にこう本物のというかね、本当にこう大人になられたアゲハチョウ、私はかなり久しぶりに聞くので、ほんまにちょっとテンション上がる。テンション上がってどうしましょうって感じだけど、5分もあるよ。行きますよ。そんなに聞いていいのね。じゃあ行きます。楽しみ。行きますよ。せーの、スタート。うわー、マイクが、マイマイクかな、すごいいいマイク。そう、変わってないね。かっこいい。どうなんの？あ、ちょっと待ってや。日本語にしよう。はぁ？こんな安定感あるの？すごい、でも丁寧に歌われてる。なんかこう喉をいたわりながら、すごいプロフェッショナルなより歌い方になられてる。いやー、でこのバージョンかっこいいね。けど、むずいねな、メロディーライン。すげえ。楽器もかっこええな。ああ、むずい。あえて、想像と違うメロディー来るから。リズム感の良さ。あ、気持ちいいリズム感。かっこいい演奏。色っぽい。大人の味が生きてる演奏で超いいです。体力すごいよね、このお声。ボーカリストやねんな、かっこええ。ここがね、中学生の時歌えなくてね、ちゃんと。直球やねんな、めっちゃ気持ちいい。
なんちゅうこっちゃ。いいねー。ちょっとオーケストラっぽいサウンドで。すごいこれ。なんせかっこいいですね。佇まいも。はい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 。好きな音やわ、ギター私。あんまり歪ましてない音が好きなので。いい音。心に訴えがこう届くようなギター。いい？はぁ、むずい、ここ。あー、スカッとする。できないオーシーズ。なんかもう、情熱が伝わってきて歌いたくなるな。あー、気持ちいい。すごいタンバリンの人の技。全員すごいねんけど。ベースもこう、なんていうの、ウォーキングというか、歩くような。すごい。みんなすごい。めっちゃ楽しかった。エンターテイナーでしたね。笑ってる。もうすごいや、プロって。って感じね。はい、終わりました。かっこよすぎません？かっこいい。そらファンの方多いて。25周年そら続くて。かっこいいもん。声的な話でいくと、歌い方が今って抜いたり、押したり、張ったり、エッジかけたり、ビブラートかけたり、いろんな技がありますよね。抑揚がありますけども、ポルノグラフィティの特徴は、結構直球なの、発声方法。結構、まっすぐ歌うんですよ。もちろんその中に抜いたり、ビブラート入れたり、出てきてましたよね。だけど、あんまりそのボーカルテクニックでどうこうっていうよりも、歌は結構、ド直球で、もうごまかしの効かない、とストレートに勝負してるみたいな、真っ向勝負みたいな歌い方で、音程とリズムと正確に、一個一個丁寧に撮ってるっていうのがまず特徴なんですよね。で、その中で、まあ、さすがにここは音抜いた方がいいかなとか、ちょっと違い入れた方がいいかなって時に入れてらっしゃるって感じなんですけど、例えば、A メロから行くと、最初ちょっと音数がかなり少ないので、楽器の音も静かめなので、声の出し方も少しおとなしめではあるんですが、それでも結構、ド直球というかね、旅人に尋ねてみた、旅人に尋ねてみた。どこまで行くのかと。いつになれば終えるのかと。か基本的には声の出し方そんなに変えないんで。もし変えて歌ったらじゃあ逆にどうなるのかってことなんですけど。まあ、私もやったことがないからわからんが。あえてやってみると。旅人に尋ねてみた。どこまで行くのかと。いつになれば終えるのかと。みたいな。こういう歌い方する人もいるじゃないですか。なんかこういう曲やと、一見なんかそういう抑揚とかついて、ちょっとなんかフラメンコとかっぽくなるのかなとかって思いがちなんですけど、結構女特急に歌うのが、スカッとするの。聞いてて、ああ気持ちいいっていう、なんか、アドレナリンが出るっていうのかな、なんかわからないけど、スカッとね、ストレス解消させてもらえる歌声なんですね。これは、あまりいないかもしれないです、現代は。現代は結構、チルいのが流行ってたり、力、脱力系が流行ってたりとか、抑揚をつけたりとかっていうのが結構流行ってて、ロックバンド自体がそんなにたくさん流行ってるわけではない時代なので、現代がね。もう、ロックミュージシャンって感じかな。彼らのルーツは私はわからないんですけど、バンドをする人の歌い方、こう。ある程度、ふくよかさを保ったまま、腹圧を少し保ったままずっと歌い続けるっていう。前、ザ・ファースト・テイクのリアクション動画撮らせていただいたとき、稲葉さんの見させていただいたときも思いましたけど、もうずっと声量が保たれてる状態で、その保たれてる状態で、ちょっとわざと声の音量下げるとかっていう技は、もちろんできる方なんですよ。できるんだけども、
まあ、やらないというか、こういう歌い方が特徴なんですね。それがすごくかっこいい。あんまりいないからね、余計にこうかっこいいというかね。でも、旅ビートは答えた。ちょっとやってますね。終わりなどはないさ。ちょっと抜いてます。こういうのが技になるんですけど。まあ、ちょうどいい具合にやる。旅ビートは答えた。終わりなどはないさ。だと、確かにちょっと強いから。旅ビートは答えた。抜いてる。もう、色っぽいね。けど、終わらせることはできるけど、ちょっとビブラート入れて。生き抜いて終わるみたいなね。それもちろんできるんですけど、もうなんか全部がかっこいいわ。あかん。ロック、まあ、ポルノグラフィティ自体がすごくロックな曲をたくさんあるかって言われると、わからへん。ポップスだとは思うんですけど、その、姿勢なんか歌い方歌へ対する気持ちがロックシンガーって感じかな。あと、多分これ特徴的だと思うんですけど、前でーのこの言い方がすっごいもう、個性的なの。真似できないのね。これが癖になるかな。そう、そう、じゃあ、気をつけて飛び送ったのはずっと前で、で、なんか、拳は入ってないけど、なんかちょっと入ってるような感じ。かっこいいよね。あと、すっごい高度で、誰もができることじゃないと思うんですけど、癖だと思うんですけど、彼の。ここにまだ帰らない歌い方が、多分真似できないの。ずっと前で、その次、ここに、今だからないっていうメロディあるじゃないですか。このここにの余韻が、よく聞いてもらったらわかるんですけど、ビブラートでもない、ちょっと揺らいでるんです。これすごいのよ。ここに、なんかずっと入れてんのよ。めっちゃむずいわ、私。あんなこういう歌い方しないから。めっちゃかっこいいでも。こう、なんかこうって言った後に、こう、ここにっていうメロディーだとちょっと切れた感じになるんだけど、彼ずっと繋げて歌ってて、まあ言ったらちょっと洋楽っぽいのかな。何を聞いていらっしゃってこういう感じになったのかまだ分かってないですけど、その繋がってるから、その繋がってる中でもずっと母音は続いてるし、リズムも続いてるから途切れてないように聞こえるのね。それがすごい気持ちいい。ここに今だからない。あと口がすごく綺麗に、見本ですか先生ですかってぐらい綺麗に滑舌を意識して歌うんですけど、これはやっぱバンドマン、ボーカルあるあるだと思うんですけど、本当に滑舌がいいです。で、まあそれは当てたいところに音を当てるためにやってるのかなっていうふうに、見受けられるんですけど、本当に当たってほしい響きで歌われるんですよね。で、それがまずサビの頭の、あなたにのあーの当て方。まず失敗すると、あなたにってなる。なんかちょっとフラットして聞こえるし、あまり上にクリアに当たってない感じがして柔らかく聞こえちゃうんですけど、綺麗に上顎使って歌うと、あなたにちゃんと上に当たってクリアに明瞭に聞こえるんですよね。あなたに会えたみたいな感じ。まあ、毎回スコーンって当ててくださるので、これがストレス解消になるような感覚になってるんじゃないかなと思いますね。ここも、夢って、ここも、夢で会えるって、なんかゴニョって歌うと本当に気持ち悪いというか、聞きにくくなるんだけど、夢で会えるってはっきり言ってくれるから、はい、夢で会えるだけでよかったのに、はい、そうですねってなるっていうか、まあ説得力が増すというか。まあでも全部ですけどね、全部滑舌いいし、音もいいから。マジル、ルン、かっこいいの。ですね。2番のアレンジがちょっと難しいね。リズム変わるから。ベースめっちゃうねってるし。自分でリズム自立して取れてないとちょっときついよね。ほんまにリズム完璧。最後転調しますね。ほうのけしっこ。息継ぎむずいのにさ。もう息大変なはずやのに。転調するんやって感じ。いや、私バンドやってたんで、はるか昔ですけど。バンドの方の歌い方が、やっぱりこう、胸に突き刺さるというか、ボンってこう、音圧を感じるというか、本当に、分厚いのね、周波数っていうか、倍音か、倍音も多いし、腹圧って言ってそのお腹で歌う支えがすごくある方が多いので、バンドボーカルの方って。ポルノグラフィティはほんまに、何回も言いますけど、学生の時聞いた時からはもう、
何と思った、ほんまにかっこええって本気で思ったから。あと声も結構こう地声っぽいというか、結構声帯を鳴らす、閉鎖させて声帯を、結構声帯を使う歌い方をまあされてて、まあリスクはあるんですけど、かなり個性的で魅力的なお声されてると思うんですよね。真似できないお声、それもかっこいいし、もうなんかもう喋ってるとことか、彼のキャラ本当に知らないんですけど、歌ってる時のなんか体感の良さですかね、体感を感じて歌ってる感じとかは本当にかっこいいですね。もうそれかっこいいしか言えない。もうなんかかっこいいってさ、やはりじゃあかっこよくしようってできるもんじゃないのよ。かっこいいって普段から努力してて、例えば鍛えるんだったら鍛えたりとか、歌の練習したりとか、かっこいいをちゃんと全うできるような人間じゃないとかっこよくはならないの。勝手にかっこよくは多分ならないと思ってて、若いうちはね、まあ顔がかっこいいとか、雰囲気がかっこいいでかっこいいってなるかもしれないけど、年を重ねていくと、やっぱりその見た目だけのかっこよさだけじゃダメで、食生活とか生活習慣とかが、やっぱ露呈しちゃうと思うから、かっこいいをずっと続ける人はマジですげえなと思いますね。私はもうゆるゆるなので、わあ、かっこいいってなっちゃうね、やっぱ。その、見た目がってのもあるけど、メンタル、その、普段絶対努力してるやんっていう歌い方とかに、キャッてなります。しかも25周年で25年もこの歌い方で、生態的には多分負荷かかりやすいんじゃないかなとは思うんですけど、まあそれをこうちょっとずつ逃げさすような歌い方、ずっと閉鎖じゃなくてちょっと抜いてはーってやったりとか、ちょっとビブラートかけたりとか、抜きをちょっと入れて、なるべく生態に負荷かからないように持ってってるのもプロだし、やっぱ長く歌おうと思ったら、うまく歌うことやかっこよく歌うことと同じぐらい声帯を やらない。声帯を故障させないことも大事だから、そういうふうにこう考えながらやってらっしゃるっていうのも伝わってきたし、なんかもうほんといろいろ感じた、すごく素敵な、動画でございました。テンション上がりました。はい。まあ多分、ポルノグラフィティはね、別に私の世代じゃなくても、幅広いと思うんですよ、ファンの方の層が。だから別に私と同じ世代の方でもすっごい共感してくださる方多かったと思います、今日は。はい、ということで今回はポルノグラフィティアゲハチョウザファーストテイクバージョンを見させていただきました。もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほんまに良かったです。